人目の時はなるって分かった時点ではやっぱ実感はなかったかもしれないですね。生まれて初めてこの子供をね抱っこした瞬間かもしれないですね。実際生まれた時はなんかその父親になったっていう意識は全くなくって、子供とどんどん関わっていくうちにおそらく自分の中でやっとスイッチが押されたみたいな。生まれる当日の朝だったんですけど、今すごいキックしてるって言ってお腹触った時にすごい勢いでドンって蹴られたのを体感した時は父親になるんだなっていうか、その感覚は自分の子が出てくるんだなっていうのはすごい思った瞬間でした。そうなんだよな。ちょっとパパ、もうカメラ回ってるわよ。練馬区内在住のもうすぐパパになる皆さん、こんにちは。僕は絶賛子育て中の練馬年次です。そしてこちらは妻のリエです。この子は息子の誠1歳です。でもパパの妊娠が分かったばっかりの時は父親になる自覚がまだなかったわよね。確かにパパにはどんなことができるのかもっと早く知っておけばよかった。そうね。よし、それじゃもうすぐパパになる皆さんと一緒にパパにできることをもう一度学んでみようか。これを見ればママも安心ね。それじゃあまず妊娠、出産、産後とママの心と体の変化について見てみましょうか。 VTR スタート。